ず、いやもう前回のイングランド版をスコスコスコールズにするんだな。今回はもう股間のポールスコスコスコピュー、そのぐらいいかれたポールスコールピューになってるピュー、2列目からピュー。ウィニングイレブン自体も含めてこういうスコールズはいなかったですね。あ、その前に説明し忘れた。今回セントラルミッドフィルダーになってるんですよ。普段オフェンシブミッドフィルダーで総合値稼いでるのがセントラルミッドフィルダーになりました。ということはつまり、そう、裏総合値100よー、やばすぎー。マジで決定力もパスも高いし、足元もあるし、スピード、瞬発、フィジコン、ボディコン、キック力もこの通り。従来のスコールズよりもテクニックもあり、速さもある、そして何といっても守備力がピュー。もう拙者がセントラルミッドフィルダーに一生求め続けているディフェンス能力というところもしっかり抑えた上で、スキルはもうね、ヘッダーライジング、ミドル、ワンシュー、ワンパス、ルババックスピン、ピンポイントクロス、低弾のロブ、トータジュー、62点。まあ良くも悪くもないスキル構成になってるということで、もうたまらんだと。それが今回は上限50のガチャで出てきた。これはもうね、71点。前回のオーウェンに比べたら若干のスキルダウンを感じてしまう。で、そこでレイフかどうか迷ってるという方いらっしゃると思うんですけれども、あのガチャ当たり一人じゃありません。こちらご覧ください。ラサムとホイロン過去最強。私ね、実は皆さんに隠れていたんですけども、ホイロンが大好きだろ。だから毎回ホイロン出てくるために能力値チェックさせてもらったけど、今回はガチで足元からハーランドに仕上がってると思います。この辺もしっかり使っていきたいと思います。というわけでやっていこう、レッツーマンウ。いやー、これ皆さん信じれますか。これね、2試合目なんですよ。あーい、あーい、1試合目のデータどこ行った。誰が YouTube 歴4年で録画ボタン押さずに動画撮るで、青か、今度もつけずにセックスレッスンしちゃうぞ。なんかおもろかったぞ、マジで。最初の失点も、なんかネスが急に飛び出して、アラホがクリアしたと思ったら飛び出すにぶつかって失点するっていう、もう、スリーセンターバカが炸裂したオンゴールとか、どんなコーナーキックでも絶対に弾くことができる。それが、このネスタという男だ。ナイス!な、は?どうしよう、あいつマジ。おーい!おい、クソどもてめ!おれー!まず一個言わせろ!ネスタレーテムでお前らアクロバティックかいわ!スコーロスとホイロンとのホットラインでシュート決めたりとか、自分でこっち向けへんのかい。ボルコン球児見せろ、こぼれされます。このスピード感とホイロンがまあほらね、今見ました。もう面白いことパンパンにあったのに全部取れてませんでした。そんなことあるか、おい、マジで生きとった。ホイロン、そらそうやんな、逆足反転ミドルシュートが叩き込まれたと思ったらそれが取れてないやもんな。やむなっていうも無茶ぶりや。でもお前スコール食べてみろ。ユナイテッドで生きていく上で必要な不屈の精神、それがお前には足りへんねん。はい、というわけで元気にやっていきたいと思いますけれども、エドワルド・カーウィンガーを前回と一緒に使うから、まあお前にとっては前回じゃないけどな。嘘やん、ほんまにマジで。でしょ、これ取れとるよな、大丈夫や。いやもう怖いわ、もう一回録画失敗しちゃったらまた録画失敗するんじゃないかみたいな恐怖と一緒になんかサッカーつらいから集中力そがれるんやと思ったけど、スコールズこの飛びだバーッ。じゃあこのマイボールゴールまで運んでこうぜ。フィーゴからあえてバックパスや。で、こっから斜めに速いパスを出すことによって、スコールズワン立ちますね。スコールズキック力101なんで、グラパやばいっす。で、あえてしっかり突っといてスルパやばいっす。で、ラームクロス打つ。マジ半端ないっす。ありがとうっす。あえて一切ディフェンス操作してないんですけども、しっかり手上げましたね。悲しい。あらを取れへんのか。絶対ワンツー来るな。ワンツー来んの?ここでワンツー来ねえなんて変わった人だ。で、スコールズから縦パスと見せかけて自分で運んでいく。スピード89ありますからね。今までのスコールズと大違い。で、ベリンガンボール持ってキープして、相手動いてないからゆっくりドリブルで剥がしていくっても一強かと思ったらそれは無理。はい、操作してない。ディフェンスめちゃめちゃ硬い。きつい。ビル前。そう。ラム、罠ち。すごい頼ります。そう。で、ホイロンが、こっち向いて、シューゲットー。真面目にディフェンス提供じゃ、ボケー。ザグー、おい、ザグー、これ聞いたのか、ボケー。俺、30分あったら簡単にお前から言ってんとなんて、言って、これ簡単じゃ、ボケー。真面目にやるよ。真面目にやらんかったら、どんだけ点取ってもさ、令和チャンネル PS 引くになるだけだろうが。スコールズナイス、おい。ベリンガム、スルーパー。足元。スコールズ、全員抜こう。ってなってきたらもうスコールズで全員ドリブル寿司で、こうやっていくしか、泣くない!はい、遅いでーす!スコールズにぶち抜かれてから慌てディフェンスやったとこで遅いってーえぇ、急に動きしたらボール取れて覚えてる、取れませーん!ミドルシュートぶち壊れてんの!だったー!マジクソー!まあこのようにですね、うちのポールスコールズ君はスライドドリブルで相手をかわすことがとても簡単にできる。で、ある程度の範囲に入ったらもうミドルシュートがドガーン強い。そういうなんかあればいいなみたいな要素をダブルタッチが全部持っている。それがね、ポールスコールズなんですよね。いや、ちょっと1試合目が取れてなかったということがでかすぎて、ちょっとテンションがガチで。これ、もうちょっと許してください、マジで。もうちょっと今日もない回でええか、お前。ちょっとごめんなさい、賢者タイムで行かせてもらいますわ。その代わりに激うま令和チャンネル見せっからや、よろしく。チャンネル登録して待っててくれよな、ビエラ。ナイス、トミヤスからスルーパー。いけてんねー、ラスムス、ホイロンズ、ポールスコールズのマンチェスターユナイテッド。アグレッシブ80。からのドリブル。うわー、くそ
ソ先輩にできることが後輩にできるなんて当たり前か。デヨング、富安、ツッコみます。ナイスツッコミ。これ、キレのあるツッコミが、富安の中で笑いと笑いに、ビア立てます。デヨング、こうパスね。そうね、スコールズこの位置から、ここね、ここも通せるんですよ、スコールズなら。ほら、ほら、ほら、キックルか。フィーゴ、フィーゴ、フィーゴ、スルバで、そう、切り返す。こっちベリアム、はい、スコールズ、はい、やむもうマジか、明智ビエラ、フリカ、あ、ほい、ほい、いいね、やっぱアグレッシブな塊、そしてこのスルバスご覧ください。ナイス、よいしょー、完璧か、おいオイロンが拾ってからの流れとかも全部完璧マジでスコールズがさっそくこうなんかパスの軌道を変えていく感じ、マジでやばくない、バスケオブクロコじゃないというわけでどうですか、この3試合結構スコールズ、ホイロンともにいいところ出まくりでしょう。欲しくなってきたんじゃないの、あんまり欲しくない、だって2試合しか見てないもんだ、ポッカシャッシュ、まず開幕レオンが一人抜きます、ホイロンにすればすカーンカーンエンド取れるなぁ、富谷さん、ええところに渡してスコールズで、こっからスコールズがしっかり全体見て一人抜きますか、一人抜きました、これがドリブルで、なんだこれマジでも喧嘩じゃんだろ、え、いけるか、ナイスリオネルメッシー、カチャカチャしてるだけじゃサッカーになりませんぞ、でスコールズ前ボールしてサイドバック使うと見せて戻します、で立てます、スコーン、このキック力101のクレバー見てください、意味ない速さかける精度ですから、あ、何やってんの、トミヤさん混乱しちゃってんだけど、2個目にナイス、でこっちで、ホイホイ、レオン、ニコビリ、おかでで、そう、で、この上でホイロン、来た、完璧やろ、で、ホイ、もう一本、もう一本、もう一本押してくれ、なあ、ないか、ナッシングホイホイ、ナイスアラウホ、今日はもうね、出足が鋭くてたまらんすね、マジでね、はい、ここは立てます、そう、で、ここで立てます、いいね、今のなんかボールテスト反応速度すれば、もらった完全裏、すごいです、打ってよし、やれチンポあ、勝ったわ。しょうもな。お前、後半なんやねん、ガチって。お前、早送りやってみかつて、もうテニスやから。こうなったらもう、デビション戦でバチバチの試合かまして、そこでスコールズとホイロンに活躍してもらうしかねえ。ああ、やってやるぜ。俺は必ず、ディビション4に残留する。何が何でも勝ってディビション4を応援するんや。ナイス、いいぞ。不調じゃない、嬉しいぞ。はいはい、お元気だ。ようやくディビション4らしい人間がこう、ディビション4に流れてきたら、ただ一つだけ言えることがあるとすれば、こういう使ってる時の方が、沼る厳しい。ああ、ちょっとまずいな。デヨングナイス。もう一発。いやー、デヨングやりきれんか、そこな。まあ、しゃあないしゃあない。その時もあるわ。お元気。うん、危ない危ない、マジで。もうセンターバック誰も信用してないけど、俺。ピタシュー、ベリング落として、そう。で、スコールズ、ナイストラップ。で、すれば、完璧。こういうところね。いけるっしょ。よし。戻します。この距離、やれんな、スコールズ。腕、シャーッ！ナイスー！強いー！嬉しい！ありがとう！こういう大事な局面でミドルシュート一発で全て終わらせてくれる、ありがとう。決定力ゼロ振りでも84もあるからな。実際84が一番入るガチで、俺的には80から80が一番入って、95から100が一番入らん。それでいくとね、最初から最高数値叩き出してくれてるんで、ゆえのあのミドルシュート、あとなんかドリブルの感じも良かったわけよな、マジでな。アイビーラ取れんかった、トミヤス出てこい。おい、大丈夫か、あ、何やってるんだお前ら、え、ちょ、え、何、何、え、何しよったんほんまに、え、今、ディフェンサーのみんなは何しよったん？あんだけ散々みんな集まっといて、エイブラフに普通に全部ぶち抜かれて、何しよったんガチで。ちょ、なんかその別になんか、攻めてないけど何しよったかだけ教えて。あ、くそ！取れる。よし。取れます。逆サイ。そう。で、スコールズ上がってきて、そのまま運んじゃいましょう。それが今回のスコールズの可能。そして、素早くこれですよ！なぜそうなったんだ？なに？本当に何？なんで？嬉しい！これスコールズの魔法ですよ、皆さん！え、俺も本当に何が起こったか分かんない！ブラザーバスケットで何かしたけど、PK になってる！すげえ！なにこれ！もうチートやかって、もう石膏、ポールセコールズやん！でかい！ああ！くれ！だる。まあ、ええよ、別に。なんかようわからなかったし、今の BK。触れてやるよ。実力で勝ちゃえんやろ。問題ないわい。こっちはな、スカットにかけてガガちゃうんや。最終的に勝利するのは俺って決まっとんや。それはゲームというもの。それは買えというものよ。俺は交換条件でな、お金を払う代わりに勝利を得るんや。ほいろこっち。そう。ナイス。いい展開、ビエラン。つぶけちゃえ。いけるでしょ。いや、いいっすよ、わー！一旦言っといて、まあ、ダブルと来ると思うんですよね。甘いねー。ちょっとちょこちょこすれば、ドリブル整理するとでも、すればできます。ナイス、裏出して、そっからすれば。いいね、キックがあるから、さらに渡します。キッ！ホイロン！キッ！キアだ！いやいや！ホイロン！ホイロン！いや！いや！
ったおれおいのすごいだろ、これがアグレッシブ野球場2選手を生み出す力ブレとにかく中に入ってから暴れまくってんぞお前、ゴムゴムの黄金ボタンが。はい、というわけで完勝っすね。相手にボールを持たせた上でしっかりとゲームを支配する、もう最高かな。これ正直忖度抜けて一番言うとボール上手い俺やな。これあ、まいか、レオン飛ばして、そうレオン、もう一回、いや、ナイス、スコールズ、ボール奪えるからすれば来た。なになにその迂回、完璧、最初からスコールズの手のひらの上だったのだ。お前の手のひらの上、しょうもねえな、無課金はエフェクトでダラ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 抵抗してきやがる。それを止めてぶち壊すのか、こらオールスコールズのパワーキック、くたばれ、俺は一人ぶつかって入れ。はい、ビラってね、ロングスロー持ってるんですよ。だからここ通せます、ほらね、こっち来た、よし、ガチか、どうしよう、ネスタ行かせる、無理です。トミヤス、まあ、スルバで警戒して、あ、ビラ行かせて、松木クルーがどんだけ頑張ろうが、ま、さすがにこれは、やりすぎじゃない、さすがやりすぎ今の絶対無理やろ、普通の人間。あ、ほら。うわぁ、今のボールこ見た完璧っすね。でよ。戻った。あばよ。見てみよう、俺無理に決まってんだろ、シュート決めた時間、エンロー、射程のごとくインパクトシュートぶち込んでやったわ、シコ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 シー、あー、まだやるか。まだ戦いたいというその意志に関してはあっぱれでござる。だがもうここまでじゃ。要は左サイドバックを富安にしてセンターバックにフォートレスファンダイクを投入する。もう終わりなんじゃ。ビアーズ2個。ニコウィアムスのために一人行かせ。ここで殺す。あばよ。お前は終わりだ。あいするまで距離蹴っちまったな。ここで殺す。いける、ホイロン、ホイロンチャンス、ホイホイロンのホイロン、あばい、ホイロンの衣装、レオンがついた、こいつはホイロンのスタート、ラワイルレオン、うわだがこのゲーム終わり、お前も家に帰ってシコシコだね、ケジュー君、あー以上。